はい、どうも、お茶です。今日はね、天チャレ、昨日の続きですね。天チャレからやっていきたいと思います。相手1100レベルの名残雪の方、なんか名前見たことあるんですよね。有名人かもしれません。もしかしたらこの2敗で終わっちゃうかもしれないですけど、そしたら今日の動画は終わりです。まあ、配信とかでまた続きやろうかな。さあ、まあ、とりあえず、まだ負けと決まったわけではないので、頑張っていきたいと思います。ワープからさ、強い受け攻め。はい。さあ、ガンガードうまい。いいバックスですね。素晴らしい。飛び潰し。しっかりファジー潰ししてきますね。お上手な方だと見ました、これは。さあ、もう一回。はい。はい、ため出し出すとから、コンボできる。これがね、ちょっとね、見てほしいんですよ。これテスタの強いところなんですよね、本当に。で、これでループする。んですよ。もう一回ため出し出していきます。はい。バックスか。まあまあ読み負けですね。まあでも、今みたいな感じでもう一回ループができると。あ、バカ。ロッキー。やべ。ごめんなさい。ちょっとミスってしまったんですが、まあまあまあ。なんとか取り切っていく。ちょっとミスってしまったな。まだ結構甘いんで、あんまりね、手癖になってない。さあ。暴れるか。ちょっとの取り切り飛ばしが遅かったですね。これセットプレイで一応。あります。2回目の起動がですね、トリピッピの、相手のしゃがみにも当たるということで、見つけられたセットプレイです。成り立つセットプレイですね。いやー、これ死んだな。うん。さあ、2ラウンド目は、なんかもうほぼ処理みたいな形で終わってしまったが、まあ、名残雪の火力なら、まあ、大いにあり得ることなんで。さあ、トリピッピ飛ばしから、ステイン維持くっそステイン維持したかったが、さあ、金馬通って、消して、リーパーから、トリピッピ、あれちょっとタッチ系手だとかしようと思ったんですけど、できなかった。さあ、トリピッピ。いや、バックス多いな。これ、とがめたいですね。さあ、バックスから投げ。さあ、リーパーから、これは大いに優位フレ。さあ、無敵物販もちょっと怖いが、多くせず投げていく。金馬許してしまったら、これ空投げ入り、ちょっとコンボがわかんないんで、安すぎないか、これさすがに。いくらなんでも。わからんといえど。はい、もう一回空投げ。いや、ちょっとコンボがわかんねえ。さあ、このカウンター美味しいが、しっかり物にしたかった。さあ、これ死んだか。まだ大丈夫か。ロマキャンの波動で大丈夫なはず。まだ死なない。しかも壁割りも入らないんで。入るかな。まあ、壁割り入った方が、死ぬかなこれ。いや、ワンチャン死んでもおかしくない火力な気もしなくもない。さあ、金馬大丈夫。さあ、無理に攻めてきたところをしっかりしばきたかったが、2系取ってしまった。空投げからのコンボ完走できなかったのが、ちょっと調べてなかったですね。惜しかったな。あと何回か倒せてる場面ありましたね。いや、ちょっと俺のコンボの浅さが招いた敗因でしたね。ここら辺ちょっと詰めないといけないね。さあ、まあ、とりあえず前 P でしっかりワープ、前 P いいっすね。端に追いやるのできました。はい。バックスか。なるほど、バックス狩りですね、これね。はい。暴れたが立ち系相手より遅かったのかな。後の状況って五分なはずなんで、まあ一番いいの2系暴れなんですかね。低姿勢なんで、開幕同士の 2K とか振ってみるか。悪くない。さあ、そう、はい、トリピッピこれですね。さあ、ステインから、さあ、これまたトリピッピでいいですね。ステインで画面端から、うわー、まあ、ラッキーラッキー。これは壁割り入りますね。しょうがない。お、なるほど、ロックしないコンボですね。はい、美味しい。ラッキーか、バソかしないか。さあ、これは、バソはもう打てないですね、これだとね。オッケー。まあ、ちょっと怪しかったですけど、まあ、とりあえず2敗しなきゃね、まだ動画の時間伸びるんで、動画時間を伸ばす。さあ、美味しい。さあ、バス置いてくれて、これどっかでジャンプしてくるんじゃないかと、ジャイアンスタイクですね。バックセ、さっきバックセ狩りされたんで、ガードしました、次は。れ前 P、まあ、前 P が結局一番分かりやすいですね。リターン取りやすい。このステインをどうにか。ステイン消えちゃったか。うわー、ちょっと噛み合ったな。これおまけあるから怖いか。大丈夫。ここはおとなしくしゃがみガードして、さあ不況に対してしっかり暴れて、まあまあまあ、さあ相手が橋なので爆発からリーパーマイピー。さあこの鳥かご力、これがテスタ使ってて一番楽しい場所ですね。はい、S もう一回 S。 しょうがない。金 S がこれ金 S 対空から OK 完璧。最後はうまかったですね。僕しっかり裏に行ってたんで、金 S 対空から最大リターン取っていきました。ということで、なんとか2敗は免れましたが、ここから4連勝しないといけないというね、なかなか地獄みたいな状況ですね。まあちょっと先にバース入っちゃったんで、あんまり状況的にはよろしくないですが、バックステします。 OK 通った。バックステか。危なかったな、この前手だ。金 S 対空か。名残雪の金 S ってなかなか上に強くて対空しやすそうですよね。さあ最後までガンガードバックステかられるが、はい、なかなかどっかでね駒投げしたいはずなんですよ、これ。いやー、しっかり見てね、コパで暴れないとダメなんですよね、前不況。ガン見してたらいけるんですけど、結構しゃべりながらとか意識散らされてるとしんどいものがあります。さあバレるトリピッピからもう一丁トリピッピ起動。これ相打ちでステイン起動したいの結構やってると思うんですよね、マジで。あ、やばい、これ終わったか。死にましたね。うわー、まあ、しょうがないですね。はい、ということで名残雪にね蹂躙されてしまいましたまあしょうがないですね。ということで、また天井チャレンジじゃなくて10回からやり直しですね。もしかしたら配信で天井に上がってるかもしれませんので、もしかしたら次動画で会うときは、天井かもしれません。ということで、ご視聴ありがとうございました。